悪霊物語「江戸川乱歩」「老人形詞」小説家オーエ・ランドーは人形師の仕事部屋のことを書く必要に迫られた「ブリタニカ」や「アメリカーナ」や「大百科辞典」を引いてみたがそういう具体的なことは分からなかった。ランドは、 「いつも服を作らせている銀座の洋服屋に電話をかけた」そして表の店に飾ってあるマネキン人形はどこから仕入れているのかと尋ねたマネキン問屋の電話番号が分かったのでそこへ電話した「こちらは小説家の大江ランドだが人形師の仕事部屋が見たい」「なるべく機械な仕事部屋がいい」 一つ変わり者の人形師を教えてくれないかというと先方は電話口でエへへへと気味悪く笑った「あなた様はあの恐ろしい怪奇小説をお書きになる大江乱同先生でございますか?」。<laughs> それでしたらちょうどおあつらい向きの老人の人形師がございますよ。 名人ですがね、そのアトリエには誰も入ったものがございません。秘密にしているのです。しかしね、先生、先生でしたら見せてくれますよ。バテレンじいさんは、あ、い,いえね、これがその人形師のあだ名でございますが、そのバテレンじいさんはあなた様が好きなのです。あなた様の小説の大の愛読者なのでございます。いつも、 一度先生ににおおお目にかかってて話がいいたいと申しております。先生のことならきっと喜んで秘密のアトリエを見せてくれますよひどくお愛想のいい店員であったバテレン爺さんのアトリエは世田谷の共同にあるのだというぜひそのじいさんに紹介してくれと頼むと 電話で先方の都合を聞いてみますから、しばらくお待ちくださいと言って、一度電話を切ったが、まもなく返事が来た。先生、先方は喜んでおります。今晩七時頃に手がすくから、その頃をお尋ねくださればお待ちすると言っております。先生にくれぐれもよろしくと申しました。そこで大江ランドは、 その晩、共同のバテレンじいさんを訪問することにした共同の駅で電車を降りて教えられた道を10丁ほど行くと街角に大きな石地蔵が立っていたその向こうは森になっていて森の脇を歩いて行くと池垣や塀ばかりの屋敷町でところどころに草の生えた空き地があった ぼんやりした街灯を頼りにやっと目的の家にたどり着いた。ガラスの割れた門灯が日暮れ門蔵という表札を照らしていた。これがバテレン爺さんの本名なのである。扉もない門を入っていくと草の中に古い木造の洋館が建っていた。こちらの足音を聞きつけたのであろう。 玄関のドアが開いて赤い光の中に小柄な老人のシルエットが浮き出した赤い光はチロチロ動いていた老人は食台を自分の体の後ろに持ってこちらをじっと見ているらしかった大江蘭道先生でしょうなどうぞお入りくださいお待ちしておりました 何かの鳥がさえずっているような妙に若々しい声であった「私がバテレンじじいです。よくおいでくださった。さあ、こちらへお入りください。手を取らんばかりにして廊下のドアを開き、書斎らしい洋間に生じ入れた」「部屋にも電灯はなかった。 じいさんはあたりの様子を見せるように太いろうそくの食台を振り照らしてからそれを机の上に置いた書棚に得体の知れぬ古本が並んでいた壁にはレオナルド・ダ・ヴィンチの人体解剖図の大きな複製がベタベタ貼り付けてあった村役場にあるような粗末な木づくと木の椅子 ランドはその一つにかけさせられ、じいさんも向かい合って腰かけた。これはすばらしい。これはもうそのまま階段の材料になる。ランドはほくほくしていた。じいさんもランドに会えたのがひどくうれしいらしく、よく来てくださった。なんでもお見せします。なんでもお話しします。じゃあ、その前に、一杯い,いかがですな 上等のコニャックがあります。そう言って本棚の古本の間に入れてあった変な形の酒瓶とグラスを2つ持ってきて酒をついだ。乱同がグラスを取って嗅いでみると「なるほどすばらしいコニャックだ。ちびりとやってじいさんの顔を見ているとじいさんもちびりとやってニヤニヤと笑った。 人形師の秘密がお知りになりたいのですな小説にお書きになるだんだんろうそくの光が目に慣れてきたじいさんは656歳に見えた黒いダブダブの洋服を着て痩せて顔に恐ろしくしわがあった目は澄んでいた茶色の瞳だった 顔にも老年のシミが目立っていた。マネキン人形はおがくずと紙を型にはめて外側にビニールを塗るのですがそういうものもあります。いろいろありますよ。しかし私はショーウィンドウのマネキンなんか作りません。そんなものは弟子たちにやらせます。私は本職の人形師です。 子供の自分に安本喜八に弟子入りしたこともある日本式の生き人形ですよ。霧の木に掘るのです。上から五分を塗って磨くのです。これは今でもやりますがね。しかし何と言ってもろう人形ですね。ロンドンの地層夫人のろう人形館のあれです。 私は今から二十年ほど前にロンドンへ行ってあの人形を見てきました。日本の生き人形も名人が作ったやつは生きてますが、諸僧夫人の老人形ときたら、まるで人間ですね。生きているのですよ。死体人形なら本当に死んでいるのですよ。大江先生はロンドンへおいでになったことはありません。 しかし、地層夫人のことは本を読んで知ってますよ。僕もあの老人形は好きですね。皮膚が透き通って血が通っているようでしょう。そうです、そうです。血が通っています。死体人形なら脈が止まったようです。で、あなたは老人形を作っておられるのですかそうです。今は老人形が主です。 医学校や博物館の整理模型ですよ。病気の模型が多いのです。だが、それはただの金儲けのためです。美術とは言えません。私は模型人形で暮らしを立てて、一方で美術人形の研究をしているのですよ。大江先生は無論ご承知でしょうが、ホフマンの砂男に出てくる美しい娘人形。 オリンピア城でしたかね。あれが私の念願ですよ。お分かりでしょう世の中の青年たちが真剣に恋をするような人形ですね。バテレンじいさんはなかなか物知りであった。ホフマンのナタニエル青年は生きた娘よりも人形のオリンピアに命がけの恋をしたのである。 それではジェローム系ジェロームのダンス人形をお読みになったことがありますかランドーはつい誘い込まれて西洋小説の話を始めた。するとじいさんはニコニコして読みましたとも。あれは私の一番好きな小説の一つですよ。娘たちのダンスの相手として いつまで踊っても疲れない鉄の男人形を作ってやる人形師の名人の話でしょ。私はああいう名人になりたくて修行したのですよ。あの鉄の人形も生きて動き出すのですね。一人の娘を抱いたまま無限に踊り続けるのですね。実にいい話だ。 ああいう小説を読むと人形詩の生きがいを感じますよジェロームのダンス人形は訳が出ていないはずだからこの老人形詩は外国語も読めるのであろう改めて書棚の古本を眺めると英語でもフランス語でもドイツ語でもない背文字があったランドーはなんだか気味が悪くなってきた 目の前のシワだらけの小さな老人が奥測の知れない人物に感じられてきた。老人魚はどうして作るのですかやはり型にはめるのですか粘土で原型を作ることもありますが直接実物から取る場合もあるのです。実物からとは 食堂のショーウィンドウに並んでいる老製の料理見本をご覧になったことがあるでしょあれは実物に石膏をぶっかけて目型を作ることが多いのですよ。そこへ牢を流し込んで固め採食するのです。人間でも同じことです。ただ石膏がたくさんいるだけですよ。じゃあ。 人間の肌に石膏を塗るのですね。そうです。ご覧なさい。ここに見本がありますよ。ほら、これが私の手です。実物と見比べてごんなさい。やっぱり本棚の古本の間から開いた人間の手を取り出して机の上に置いた。 手首のところから切り取った手のひらである。老人業師は自分の手を開いてそれと並べて机の上に差し出した。小さなしわの一つ一つ、しなびた老人の手の色合いがそのまま出ている。どちらが本物かわからないほどであった。これは私の手に石こうを塗って目型を取ったのです。 全身を取るのも理屈は同じですよ。では、本当の人間から取った全身人形も作ったことがあるのですね。ありますと、ぼ。画家がモデルを使うように人形師もモデルを使うのです。モデルはドロドロの石膏にうずまるのですから、あまり気持ちがよくありませんがね。 顔を取るときには鼻の穴にゴム管を通して息ができるようにしておくのです。大抵の娘は嫌がりますが、中には石膏に閉じ込められ、抱きしめられるような気持ちが好きだと言って、進んでモデルになる娘もいますよ。バテレン爺さんは歯の抜けた口を開けてニヤニヤと笑って、 そのアトリエを見せていただきたいものですね。むろんお見せしますよ。では、これをすっかり飲んでからアトリエへ行きましょう。今晩はうすら寒いですから、体を温めてからね。老人はそう言ってグラスを取り上げ、ぐっと飲み干した。ランドもそれに習った。 強い酒が腹に染み渡って体がほてってくるようであった老人は机の上の食台を持って先に立ったその時ろうそくの光の加減で机の上に放り出してある老生の手首が少し動いたように見えたそれから真っ暗な廊下を三軒ほど行ったところで 老人は何かカチカチ言わせているポケットから取り出した鍵でドアを開けようとしているのだこの間伝統会社と喧嘩をしてしまいましたね伝統がつかないのです少々暗いが我慢してくださいもっとも私は夜は仕事をしませんから 伝統がなくても別に差し支えありませんがね。弁解をしているうちにドアが開くと彼は食材をぬっとこちらへ差し出してしばらくじっとランドの顔を見つめていた。びっくりしてはいけませんよ。何しろろう人形というやつはちょっと気味の悪いものですからね。 警告するように言って部屋の中へ入っていったランドーは年がいもなく少し怖くなってきたがそれがまたたまらない魅力でもあった彼はおずおずと老人の後に続いた「曜美人」。 食台のろうそくが部屋の中をそろそろと動いていった。その光の中へ何もない床や粘土の塊や彫刻用のコテや石膏のかけらやいろいろのガラクタが次々と現れては消えてゆく。そしてぴったり光が動かなくなった。そこに 異様な物体が横たた。わっていた大きなものであったこれ何ですか気味が悪くて黙っていられなかったよくご覧なさい死骸ですよ断末魔です獅子碁です私の自慢の作品ですよ 土色の男の体であった目がちばしって赤く唇が真っ青だった首から胸にかけて黒い血が凝固していた頭にも胸にもももにも本当の毛が植えてあったこれも本当の人間から型を取ったのですかランドは声が震えないように用心しなければならなかった そうです。生きた人間からです。まさか死骸からではありませんよ。バテレンじいさんはそう言ってからふふと笑った。その次には皮膚病の半身像やへんてこな極部像がいろいろ並んでいた。並んでいるというよりは転がっていた。ひどく生き生きとして。 今にも動き出しそうなものもあったこの次に面白いものがありますろうそくを消しますよでないと感じが出ないのですふっと火が消えて真っ黒なビロードに包まれた感じであったまったく何も見えなかったさあ 両手を出してて触ってごらんなさい目で見てはちっとも美しくないけれども手で触ればたまらない美しさです。私が考え出した類のない美術品です。ですから夜を選んだのですよ。先生にわざと夜来ていただいたのです。目で見ないで手だけで見るというのには昼間は具合が悪いですからね。 これは手で見るのですよつまり触覚の美術ですランドーは言われるままにおずおずとそれに触ってみた冷たい滑らかな肌であったもっと手を伸ばして全体をなで回してごらんなさいだんだん手を伸ばしていくとそれは 人間のの体に似たた。ものであることが分かったしかし普通の人間ではない。手が何本もある。足が何本もある。肉体の山と谷が無数にある。はじめは薄気味が悪かった。不快でさえあった。だがなで回しているうちに神経の底から妙な感じが湧き上がってきた。 今まで一度も経験しなかった不思議な快感であったそこには想像しうるあらゆる美しい曲線が微妙に組み合わされていたスベスベしたなだらかな運動感があった手が自然に滑っていくその滑り方に異様な快感があったそれは触覚だけでなくて運動感覚にも訴える美しさであった 老人は暗闇の中で息の根も立てないで小説家の感動を感じ取ろうとしていた乱道の両の手が初めはゆるゆるとやがて徐々に速度を増してついには恐ろしい速さでその物体の上を這い回った鉱骨として時の経つのも忘れて這い回ったすばらしい。 これは素晴らしいですよ。僕はこんな美しいものに初めて触りました。これは何という微妙な曲線でしょう。一体どんな法則から割り出した曲線でしょう。闇の中から老人のふふという笑い声がした。さっきからもう30分も経ちましたよ。ずいぶんお気に入ったものですね。さあ、次に移りましょう。も とお見せする,ものがあるのです闇の中で手を取られてその場を離れた45歩も歩くとシュッとマッチがすられて再びろうそくが輝いた急いで後ろを見たがさっきの不思議な曲線の物体は見えなかった老人は用心深くあの物体に覆いの布をかけてしまったのかもしれない これですよ。この中ですよ。食台をかざしたのは、一つの大きな黒い箱の上であった。それは西洋の装飾ネガンに似ていた。外側の黒い色が、漆のように光っていた。老人は食台を置くと、またポケットから鍵束を取り出して、 その黒い長い箱の錠前を外したそして食材をかざしながらその蓋をそろそろと開いていったろうそくの光と一緒に目がちらちらした箱の中には白い滑らかなものが横たわっていた蓋がすっかり開いてしまうとそれは 美しい裸体の女であることが分かった。ランドは愕然として一歩後ろに下がった。老人形というものがこんな恐ろしい美を持っているとは思いもよらなかった。ああ、これが生きた人間でなくて老細工だなんて、そんなバカなことがあるものか。 お気に入りましたか美しい女でしょう。これは生きているのですよ。老人はささやくような低い声で言った。するとその声が牢人形に通じたように美しいまぶたがブルブルと震えてパッと目を開いた。いではない 本当の目であった。それがじっとランド同の顔を見つめていたランド同の鼓動が速くなった逃げ出したいような恐怖を感じたバテレンじいさんとはよくも名付けた彼はバテレンの魔術を心得ているのであろうかフッ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 オーエ乱同さんはこんなものに驚く方ではないと思いましたがねあなた 顔が青くなっていますよ。<laughs> 私は天下のオーエランドをびっくりさせましたね先生のおふが気になる階段と私の発明した階段とどっちが怖いでしょうかねじいさんは顔じゅうをすぼめたちょうちんのようにしわだらけにして歯の抜けた口を耳まで広げて悪魔のように笑っていた これが老人形ですか何かからくり仕掛けでもあるのですかああ、目だけじゃない、唇が動いている。息をしている。生きているでしょう。あなた、私のトリックにかかりましたね。これは本当に生きているのですよ。人造人間じゃありません。触ってごらんなさい。 老人は無理に乱ドの手を引っ張って箱の中に横たわっている美女の肌に触らせたその肌は温かくて弾力があったすると人形がくすぐったいというように身もだえしてムクムクと起き上がったその時はさすがの怪奇小説家も心臓が止まる思いをしたがすぐに それは、老人形師の子供らしいトリックであることが分かった。箱詰めになっていたのは、人形ではなく、本当の生きた人間にすぎないことが分かった。ひどいいたずらをしますね。かわいそうに、このお嬢さんは箱の中でさぞ息苦しかったことでしょう。ランドーはそう言いながら、美しいラジオの手を取って引き起こし、箱の外へ出るのを手伝ってやった。 ごめんごめんこれが怪奇小説家のあなたには何よりのご馳走だと思いましてね実はこの女は私のモデルなんですよだが不思議なことにこの美しいモデル娘は少しも裸体をはにかむ様子がなかった無言のまま向こうのついたての影に入ってしばらくすると素肌の上にガウンを着たらしい様子で出てきた「先生 まままだ心臓が静まりますまいこういう時は一杯やるに限りますこの子に釈をさせてあちらでまた一杯やりましょうろう人形師は食代を持って先に立ちその次にガウンの美女後からランド藤が続いた以前の書斎でそれぞれ椅子にかけるとまたコニャックの酒盛りが始まった 心がときめいているので酒のまわりが早く、ランドはじきに酔い心地になった。美女はほとんど口をきかなかった。何か言われるとにっこり笑ってうなずいたり、かぶりを振ったりするばかりであった。しかし、彼女も酒は少しずつ飲んだ。やがて目の節がぽーっと赤くなってきた。娘は、 人形から人間になって、また元の人形に戻っていくように感じられた。生きた人間にしてはあまりに美しすぎた。ホフマンのオリンピア城はこんな美しさだったかもしれない。もし生きているとすれば、いや、生きているに違いないのだが、 このしわくちゃの老人がどうしてこんな美しい女を手に入れたのか不思議でたまらなかった。このモデルの娘さんは何とおっしゃるのですか最上玲子と言います。これをモデルにして寸分違わない美人人形を作りたいのです。今体の調子を見ているのですよ。最良の状態の時に石膏を塗りつけるのです。 玲子はパチッとまばたきをした。まるで自動人形のようなまばたきであった。人間らしくなくて人形とそっくりの娘。そこからこの世のものならぬ怪しい美しさが発散した。人間らしくないところに名乗しがたい強烈な魅力があった。レイさん。 あなたは自分とそっくりの人形ができるのを怖いとは思いませんかランドーは初めて娘に話しかけた。い,いえ彼女はかすかに微笑んで小さな声で答えた人形が何かの仕掛けで口をきいているようであったシゃんとした姿勢で椅子にかけ顔は正面を向いたまま少しも動かさなかった。 ランドーと老人業師とは、この美女を傍らにして、一時間近くコニャックを傾けながら、人形の話を続けた。それじゃあ、麗コさんをモデルにして仕事を始めたら知らせてください。ぜひ見たいのです。約束しましたよ。恐ろしく酔って、ろ列が怪しくなっていた。そして、二人に見送られて外に出たのだが、 その時玄関の戸口で麗子の手がランドの体に触った。意味ありげに触った。彼は暗い町に出て、電車の駅の方へよろよろと歩きながら、その感触を思い出していた。ふと、もしやと気づいたので、触られた側のポケットに手を入れてみると、小さな紙切れが入っていた。 街灯の下まで急いでその紙切れを調べると、鉛筆で次のような走り書きがしてあった。このじいさんは大悪人です。助けてください。私は殺されます。